163cm、45kg、電光石火の起死回生、本日誕生日、カズマサーキー!174cm、70kg、神に選ばれし、ビッグガール、ソーリーアン172kg、ヒューマンタワー、レディーシーヒー168cm、58kg、ゴールデンフェニックス、ハイスピードチャンピオン、神谷さん。Thank you.
まして青の中島さん少年アイクの勝利でございます。が決めた技は何？今日はやっぱ誕生日だから今日のために1年間温めてたソウルヤミのブルーサンダーでーす。どうだった？私がカレーにフォールを乗せた感じ？あ、乗せてくれたの？うん。あ、なんかサギが決めたとこなんか横取りしようとしてた、もしかして？いやいや、いやアシストしたみたいな感じ。あ、そうなんだ、すごい助かった。結構いい技だね。うん、ありがとう。ブルーサンダーだったの？合ってる合ってる。あ、ブルーサンダー合ってる合ってる。この技でどんどん、あ、白ベルトだったっけ？はい、白ベルトです。意気込みをもう私は聞きました。もうね、白いベルト、まっしぐらですね。このごっつぁい負けてないじゃないですか、うん、はい、このまま5月18日横浜武道館まで突っ走りたいと思います。行こう。あ、これ控室まで運んでほしいな。あ、オッケー、じゃあ行こう。レッツゴー。おい、そーれ、ヤミ。おい、ごっつぁいよ、女のタンクって言えるかよ。あ、おい、鹿島さき何にもしてねえじゃねえかよ。おい、おい、アミ、お前とタッグ組んできたけど、あのタッグが本当にいいと思ってんのか？あ、もうお前とは絶対タッグ組んでやんねえからな。あと、なんか、挑戦するみたいだけど、もし取ったら、私一番に挑戦するよ。ざけんなよ、マジで。はい、なんか鹿島さっき、誕生日だとかなんとか、なんかね、人の技を取って、ホール奪ったり。あれ、いいの？反則じゃないの？反則、このハイスピードのベルトを奪おうとしたり、本当にあいつはただの泥棒だ！絶対捕まえてやる！おい、行くぞ！新鮮スターダム、ビッグマッチ情報。 6.22 東京国立代々木競技場第2体育館大会。 7.27、7.28 北海道シャトレーゼガトーキングダム札幌大会。各大会チケット絶賛販売中。宇宙一きらめく女子プロレス、スターダムの熱闘をぜひ会場でご観戦ください。選手への声援をよろしくお願いいたします。大会の詳細はスターダム公式ホームページをチェック。女子でもプロレスラーになれんの？2年間引きこもりだったけど、プロレスラーになりたくて。勝者、家でレスラー、岩谷